でしたね。はいはい、結構ね、あの時 ね大変でしたね、うん、あれは直に当たったの、あなたに。そうです、頭に直撃、いきなり生卵みたいな。あ、そう、それは祝福の生卵だったの。どうなんでしょうね、それは謎に包まれたままなんですけど、犯人も見つからずにしかしもうあれから早いもんで5年経ってるわけなんですね。美味しい朝ごはん飲んでる。飲んでます僕本当に CM 好きなんだよねCM 多いね最近、キョンキョン。そうですね、ねえ、うん、やけに多いぜ、またいろいろと。うん、さて、レコード歌手小泉今日子の話をしなくちゃいけないんですが、はい、新曲がキスを止めないでというのが出てるわけですけども、そうです、うん、これはあの野村芳雄君とコンビを組んだという。そうです、これはどういうきっかけがあったの。やっぱりあれですか、男女の仲ですか。レコード会社が一緒っていうことと、はいはい、あと前からアルバムに曲なんかを提供してもらってて、うん、すごくよっちゃんが書く曲がすごく好きなので、うん、それ でうちのスタッフもよっちゃんのことがすごく好きで、うんうん、あいついい男だもんね、うん、曲もすごくいいです、うん、まあその作曲家野村芳雄を認める部分とですね、はい、男野村芳雄を認めちゃおうっていう部分ってのはないんですか。よっちゃんすごく一緒にいてすごく楽な感じの人ですよね。あーはーはー、だからすごく好きですよ。おい、お友達ですよ。おいおい、うん、はい、うん、ああいう白髪頭は好きですかそれはあんまり関係ないですね。あ、そう、うん、あんまり私は見た目にとらわれないような恋をしたいと思ってます。まあキスを止めないでというとですね、最終的には窒息死になるわけであります。さあカードたくさん来てますんで。あ、そうですね、たくさん、はい、しまっちゃうのよそこでカードを、はい、はい、ほんの一部ですけれども住所と名前を読んであげてください、はいはい、港区の入江芳恵さん、足立区の山里俊幸さん、鎌ケ谷市の、うん、千葉県鎌ケ谷市の松本博之さん、北区の佐藤直幸さん、渋谷区の本田晴美さん、どうもありがとうございました。キョンキョン、はい、つかぬことをお聞きしますが、はい、キスはお好きですか。相手によります。あ、そうですか小泉今日子でございます相手によりますが、キスを止めないで。私にバラードクラシックスっていうのを出すんですけど、はいはいはい、今まで自分が歌ってきた曲の中からスローなのを選んでそのまま入れてある曲もあるし、うん、何曲か手直ししたりっていう感じの、うんうん、割とベストっぽい感じ。いつ発売ですか。12月1日です。12月1日発売、ぜひ。なんかジャケットが変わってるって話を聞いてますけど。あ、今度はイラストにするんですけど、ペーター佐藤さんっていう方に書いてもらって、はい、んですが、まだ私も見てないんですけど、というアルバムが12月の1日に発売になりますが、さあキュンくん、はい、今日はこの後は全く暇だって言うんだけども。そうですね、何しましょう。友達と約束。僕も4時半になったら暇になるんだいきなり言わないでほしい。キュンキュン、え、4時半になったら暇になるんだ僕も。あ、友達と戦略みたいな。何しよっか。ここに来てくださいってのはおかしいけれどもね。はい、ね、はい、素晴らしい方ですよあれは。はい。重々しい、はい、それでですね。まあ臨床っていうのもですね、はい、この数ヶ月間はなかったような気がするんですが、はい、それはですね、それを伸ばしてですね、今週で6週なんですよ。はい。こういうことも非常に珍しい作法なんですね。あ、本当ですか。ファンの皆さんどうもありがとうございます。だから、はい、したがってですね、光源氏としてはですね、デビュー曲のスマッシュヒットでありますから、はい、これを10週まで持っていきましょうよ。はい、行きます。10週になると金賞なんですよね。10週になると金賞なの。はい、うん、10週行きます。10週行く、はい、歴史を作ってください。はい、だから全国の皆さんどうかお願いします。はい、簡単に言いますね。さて、本当にあっという間のスマッシュヒットという感じですが、はい、これが10周連続というとですね、歴史を作るかどうかということですが、はい、どうも諸星君、はい、どうもおめでとう。あ、本当どうもありがとうございました。一応お伝えしておきますが、6週連続の第1位でした。はい、どうも聞いてました。はい、ありがとう。どうもありがとうございました。おめでとう。バッタです。はい、大西ゆかさんです。はい、ようこそおいでくださいました。マイクの方どうぞ。はい、ゆかちゃん、マイクの方どうぞ。こんにちは。とぼけてますね、相変わらずこの娘も。どうも、こんにちは。こんにちは。
すごいですね、耳にダイヤモンドがきらめちゃって。ねえ、ね、片耳、おしゃれですよね。耳のひだのところにかけてるの ね、 ね、片方にね。イヤホンじゃないや、イヤリングを。イヤリングです。まあなんかね、さっきはですね、リハーサルの時にはですね、向こうのあの機械の方から見てるとですね、本当にすっぴんでね、学生服着てて。はい、ね、あ、今日ね、じゃあ、学生、今日はもう日曜日ですか、ね、日曜日ですけど、まあ、あの普段はほら、下がり場に出るときは先週着ていかなきゃいけないよっていう、いや、あの私ね、仮進級っていうのが取れてないから、日曜日も行かなきゃいけないんですよ、うん、あ、うまいなで、だからそんなゆかちゃんをね、みんなゆかちゃん見てるとですね、もうゆかちゃんのように見えなくて、なんかダミーの子がわざわざ来て歌ってるんじゃないかと思って、これぐらい、今は綺麗になっちゃってね、結構あまりセーラー服みたいにムラムラしないように気をつけていただきたいと思うので、気をつけないといけないですが、はい、さあ、それじゃあですね、ゆかちゃんには今日はあのいろんなおしゃべりをしてもらったり、はがきに対するアドバイスをですね、はい、言ってもらったりするんですけども、はい、とりあえず1曲を歌ってもらいましょう、はい、それじゃあ、準備の方、一つお願いします。はい、さあ、ね、乗りますよ。まずはこの曲からお願いします。一度だけ、16歳ですね、男の子、ねえ、イモリ、俺彼女と喧嘩しちゃったんだ、うん、俺が他の女の子をジロジロ見すぎるって言うんだよな、ここ1週間ぐらい電話もかけてきてくれないんだ、うん、どうも俺の方から電話するのは照れちゃってさ、学校であってもしかとしてるんだぜ、どうしたらいいと思うっていうね、こういう手紙ですね。なるほどね、うん、女の子に振られちゃったかどうかっていうのを相談してきたんだ。振られてないよね、うん、まだ見込みあるね、一緒だから、うん、やきもち焼いちゃってんだよ女の子が。そうね、うん、優しさにじみ出るね。ねえ、ふぅかいくんね。ねえ、いいね。で、例えばゆかちゃんなんてね、はい、こういう具合の態度に出るかもしれないなと思う、なんとなくやきもち焼いちゃったら。ね、いや、ダメですね。ダメ、うん、あんまりね、冷たくできないと思いますね。あ、例え、どうしようこの子、私じゃなくて他の子ばっかり見てって思っても、頭に来ててもね、うん、笑っちゃう。いや、あのね、あんまり言わないと思う。言わない、我慢しちゃうんだ。我慢しちゃう、うん、あ、ほんと、あ、結構シャイだね。おー、じゃあまた曲の方をですね、はい、歌っていただきたいと思います。じゃあ準備の方、ちょっとよろしくお願いします。これも乗れるぞ、この曲も、ね、ガンガンいくぞ。さあ、それじゃあ今度はこの曲お願いしましょう。シャドウハンター、ちっちゃい時からなりたかったなって思ってた。うん、あー、じゃあね、夢が叶って。それででもさ、普通そういう風にしてね、あの夢が叶ってアイドルのスターになっちゃったりすると、結構ですね、ファンに対して冷たい仕打ちに出ちゃったりする人が多いんですけども、ゆかちゃんの場合はちゃんとなんかファンレターに返事まで書いてんだって。え、書いてます。偉いね、それは偉いわ。全部普通の手紙とかも全部目を通してるんですけど、うん、やっぱりすぐ返事かけるのは往復はがきだけになるので。ああ、そうかそうかそうか。それでも今大変なの。今横の方からイモリ見習えってとんでもないですよ。そう、本人から言って、うん、分かった分かったとか言ってもね、調子が良すぎてね、全然手が動かないタイプなの。だからほら、この中でもさ、会場してる誰かでも、今ゆかにね、往復はがきで書けば、まあ、返事が漏れなくもらえると。でもさ、中にはさ、うん、なんか返事に書くのに時間かかっちゃうような人生相談とかそういうのない？でも、少しだけ2、3行とかだったらね、アドバイスしてあげるんだ、うん、たまんないね、そんなことやられたらね。ねえ、一生ファンでいようと思っちゃうもんね。手紙書くのとかね、字書くのが好きなので、うん、自分のファンクラブも私全部解放手書きなんです。あ、ほんと、うん、いいね。じゃあ心がこもった解放だね、結構ね。でもなんか内容がワンパターンすぎないかなと思ってね、うん、私が書いてるから、いつも。あ、でもそんなことないで、もらった人はね、やっぱりね、そうだよ、だってなんか書いてるから嬉しいなっていうね。ねえ、それはあるよ、確かに。そうやって思ってくだされば、すごい精が出ますね。異様に幸せもんだね、ゆかちゃんのファンっていうのはね。うん、筆まめなファン、あのアイドルでよかったね。これ、イモリのファンだったらね。もう、いい加減ばっかりですよ。もうね、なんか。でも最近ほら街とか歩いてるじゃない、例えば、うんうん、こうやってロケとかしてるとさ、みんな最近慣れ慣れしいの、うん、なんか私もなんかイモリちゃんとか言って、もうちゃんなんかつけないで、ちゃんがあるならまだいいけど、なんかもう呼び捨てなんかね、イモリって、そうそうそう、特に修学旅行生なんか会うと、うん、ねえ、もう本当芸人、まだでもアイドルの看板下ろしてないんだから、イモリの場合わけでわかんない、ね、まあそんなことありますけども、本当になんか仕事に一生懸命というね、ゆかちゃんの本当若いにも頭下がっちゃいますね、うん、あともなんだかんだ言ってるうちに曲の方が最後の曲になっちゃったね。そうですね、最後の曲、もっと本当だったら明日の朝までやっていきたいんですけども、そうもいかないんで、はい、これが今一生懸命頑張ってる9月23日に出ました、ね、曲です。今一番力を入れているというこの曲です。それでは準備の方お願いします、はい、ね、どうせならこの看板をね、前に置きながら歌ってもらいましょう。さあ、それじゃ最後の曲はこの曲です。はい、悲しみのシャングリラ、yeah!
した、すごいね。悲しみのシャングリラ、はい、いい曲です、これもね。どうもです。一番ゆかちゃんが頑張ってるという曲なんですが、はい、さてね、まあ、これからだんだん秋の方も深くなってきますけども、はい、とりあえず私はこの手書きの看板を持ちっぱなしで頑張ってるんですが、ごめんなさい。いい、せっかくですもん。宣伝しなきゃ。ね、まあ、このね、バースデーコンサートの時の、ノーカット版のビデオっていうのが、自主販売をしているというのに感銘を受けてしまいました。はい、詳しくはもう一度電話番号の方言っておきましょうね。はい、ゆかちゃんのファンクラブ、ゆっちクラブ、東京03-470-6239、東京03-470-6239までどんどんご応募いただきたいと、はい、詳しくは こちらの方でお知らせするということなんですが、はい、その他のお仕事の方はですね、はい、これからどんな具合に展開をしていくかということですね、うん、20日からなんですけど、はい、スケバンデカの映画の方の撮影に入ります。今月の20日、そうです、明日、明後日からですね、お正月映画になるのかな、これが、これは2月の20日かな、公開予定なんですけど、うん、多分20日だと思いますけどね。話の筋的にはどんな感じになる？結構大変ですね。ハードな雰囲気、まだ分かんないですけどね、うん、読んだところによりますと、なんか私がね、海の中に飛び込むところがありますね。わかんないですけど、ね、まだ。わかんないけど、どうなるかわかんないけども、とにかくまあ。結構アクションとかも多いんだ、また。そうですね。あと、今やってるのでは、うん、テレビ東京で水曜日の7時から8時なんですけれども、うん、光源氏の人たちと一緒に危ない少年というドラマをやってます。はい。まあ、そんな具合にですね、テレビに、はい、そして映画もまたクランクインするということでですね、大忙しのゆかちゃんなんですけどもね、はい、まあ、ファンがこれだけ我を忘れたようにですね、そうです、もうアホなぐらいにノリが良ければですね、これから安泰ですね。そうですね、うん、というわけでございましてですね、なんと今日はビデオの自主販売もしちゃってるという珍しいアイドル、ね、人気者の大西ゆかちゃんにおいでいただきました。本当に今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。コンサートに行きたいなと思ってるんですけど、うんうん、あ、そう、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ自分の時間が持てるわけですね。そうですね、うん、でも一応コンサートはですね、はい、一応の一段落を見たって話を聞いてるんですが、これからはどういうような動きになってきますか？今ちょうどドラマの撮影に入ってるんですね、はい、だからこれが大体12月ぐらいまでワンクールで続くので、うん、まあその辺と、あとまた冬は冬でコンサートは始まるんですけどね、うんうんうん、はい、そうですか、はい、まあ出す曲出す曲ですがね、最近は本当のヒットしてる荻野目っちですが、アルバム制作なんてのは最近どうなんですか？アルバムの方も今いろいろと予定していまして、いろいろ作家の方たちにお願いしているところです。ああ、そうですか、はい、そういう状況ね、わかりました。荻野目っち、はい、今日はいろんな人からですねメッセージが届いてますんで、時間があまりなかったんですが、はい、最後にですねもう一言600回おめでとうということですね、はい、いただければですね、はい、我々来週からもですね生きてみせるぞという感じがするんですが、はい、はい、本当に600回おめでとうございます。小川さん、皆さん、これからもぜひ頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとう。失礼します。さすこちゃんはどういうゴールデンウィークを？いや、もう仕事です。すごいね。仕事です。だって僕なんかはですね、暇でしょうがなかったんですけど、またそうやって10手で怪我した手を見せびらかしちゃって。いやなんか仕事で ずっとコマーシャルの撮影ずっとやったりとか、あともうすぐドラマ入るんで。ドラマ、うん、ドラマに、うん、入るから、はあ、コマーシャルはどこに？ボストンに。ボストン行ってきたぞみたいな。バックみたいな。一番なんか怖いところなんだってね。なんか話に聞いたところによると、なんか犯罪発生率が一番高いとか今、はあ、うん、じゃあ生きて帰ってきたことが嘘みたいな。よかったなっていう。ああそうですか。はい、うん、まあ、これからの30分はですね楽しくおしゃべりしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、いつものようにハガキをちょっと紹介したいと思うんですが、この方は川崎市、これ高津区かな、田中智恵ちゃんです。こんにちは。突然ですが、最近見つかった1億円事件ありましたね。俺はね本当にね、ドラえもんがいたらいいと思いましたね。ね、嘘。それで昔に戻ってその山林行ってかっぱらって逃げちゃうみたいなね。まあいつもなら、本当に静かな街ですが、この事件でみんな大騒ぎをしています。テレビの中継やラジオの車とか来て、久瀬というところなんですね、高津区のが、全国の人に知られて嬉しい気分です。もし私が1億円拾ったら54万円でヤックンになんかプレゼント、5000万かこれ、4と1000がですね、最近の若いもんはね、そう、これはどういうふうに思います？5000万円、
こっちから見る54万円に見えない。でもこの4がちょっと傾いてるでしょ、5より。じじいになったのかもしれません。ヤックに何かプレゼントしたいです。ヤックンだったら何が欲しいですか。ラジオを聞き終わったらタケノコ掘りに行こうと思います。なかなか面白いはがきですよ。悪いよね。でも1億円ですよ。1億円目の前にしたらぶったまげますよね。もうお金に見えないですよね。そうですか。なんかこの塊できちゃうと。あ、うん、一番最高でいくらまでこう塊を見たことあります、お金で。あの20万円ありがとうございました。これお金ですよ。1万円札が20枚結構ドンって置いてあると。ドンでもないじゃない20枚って。あと封筒に入ってる45万円っていうのは見たことありますけど。給料、うん、違う。あのなんかあのマネージャーがあのどっか旅行に行くからって会社からなんかこんな持たされたのを封筒から違った封筒の上から見たと。45万円、うん、わすごいな、このまま持って逃げようかなと。なるほどね、はい、ではまたこれで一曲聴いていただきたいと思います。嵐の素顔、工藤静香ちゃん。あの渋谷期待っていうグループにいたんですよ。知ってます。知ってますか。知ってますよ。そこのあのちょっとダチでダチでスカーツのいたんですけど。ああそうですね。知ってます。知ってます。それは知ってるでしょうね。はい、まあ、平野あがりっちょっていうドラマでまあ共演したらしいんですけども。はい、初めてじゃないよね、そのほんの5グラム。そう、その前にほんの5グラムって映画で一緒で、うんうん、彼の印象は5グラムの時はほとんど話さなくって、どんな人かも分かんないまま撮影終わったんですけど、平野あがりっちょではあこんな人だとは思わなかったみたいな。そうでしょ、天真爛漫を絵に描いたようなやつでしょ。本当にすごい天真爛漫。ね、うん、うん、もう共演者の、 あの山田さんという方と深川さんほど天真爛漫な人は役者の世界にはいないよねって言うぐらいに自由気ままっていうか。うん、なるほど。電話番号聞かれた。あ、聞かれなかったです。はい。え、聞く人なんですか。いや、そんなことないですけど。まあ、深川君は、婚約者の役だったんですね。なんか翻訳者っていうか、まあ、林隆三さんがお父さん、僕も何回かね、うん、いましたけども。あ、ありがとうございます。いえいえ。それでなんかなんかあのいつの間にか婚約させられてて、うん、後継げみたいな、そういう感じで。いや俺が継ぐみたいなこと言って。いやで深川さんはなんか俺は継ぐのは嫌だとか、うん、で今度は嫌だって言ったと思ったら継ぐとか、うん、で辛いあの修行が辛いから挫折したりとか、うん、結構あのはっきり決めてよみたいな感じの、そういう人、うん、役柄。ラブシーンはなんか的なものっていうか、ギリギリまで来たらピッポーンみたいな、よくあるパターンで、あー、うん、そういう感じぐらいであまりなかった。まあ深くの話はまあこれぐらいにしておきまして、なんかもうすぐ映画が公開になるってことで。そうです。寂しん坊、はい、違います。それはデビュー作ですね。デビュー、あれは3作目。あ、そうなの。そうなの。デビュー作は愛子16歳。あ、そうだ。そう、それで、まあ、また、5月の13日かな、マイ・フェニックスが。マイ・フェニックス、あの、うん、アメフト、アメリカフットボールの映画で、うん、日大にあのフェニックスっていうチームがあって、うん、それのまあ1年みたいな感じのお話なんですけど。日大って日本大学。日本大学100周年記念映画とか言って。そうですね、大々的に。なんかあの私とか全然大学、日大とか全然縁がないんですけど。知らないでしょうね、うんうん、なんかそれでまあそれはいいんですけど、うん、それで私はなんか芸術学部の写真学科で、でフェニックスのチームをアルバイトで撮ったりとかして。おう、写真部。写真部、おりさくさんみたいな人ですね。そうですね。あのそれカチャカチャ撮って、うん、ストーリー的には私の役の女の子が、うん、まあ、あのとりあえずアルバイトで撮ってくれって言われて、うん、それで、まあ、全然スポーツとか興味なくてしょうがないなと思って撮ってるうちに、なんか結構みんな一生懸命そういうスポーツやってて、でその一生懸命さっていうのを結構バカにしてたところあるような、そういう感じの女の子なんですけど、うん、なんかそういう一生懸命なのをこう素直に受け止められるようになったりとか、うん、なんかフェニックスと一緒になんか臭いですけど成長していくみたいな。本当臭いですね、うん、で最後フェニックスは一応優勝するっていう、うん、今年もなんかあのレナウンと戦って優勝したりとか、社会人チームと戦って勝ったりとか、すごいですね、うん、
めちゃくちゃ強いです。フェニックス日大っていうと日本大学でしょ。日本大学で 東大っていうと東京大学でしょ。ええ、これおかしいなと思うのはなんかさ、その名前だけのね、名前だけの、うん、なんていうのかな、この比重でいくとね、日本大学の方が重いと思わない？あ、なんかそうでしょ、重いです。東京よりやっぱ日本じゃん、日本みたいなさやっぱ日本大学、大学がやっぱり一番に来なきゃいけないんじゃないかなっていう気はしないでもないですけどね。でもなんかね、卒業生 OB とか入れると60万人ぐらいいるんですって。で、入学式は武道館2回回し、うん、光源氏みたいな大学ですねそうなんですって、日本大学って。日本武道館2回回し、2回回し入学式、はあ、と思うと、うん、やっぱこれは人口的に言うとすごいなって、うんうん、あの共演者はそのマイフェニックスっていう映画は、シシドカイさんと、あと菅原文太さんとか倍賞美津子さんとか、うん、あとシシドカイさんとシシドジョーさんの美津子さん、そうです。あ、マジなの？マジです。俺今冗談で言ったんだけど、あ、そうなの？本当本当です。本当、うん、まあヤスカちゃんとしてはこのマイフェニックス5月13日これは配給どこですか？東宝です。東宝、はい、東宝5月13日キックオフっていう、そういう感じですね。クオフが、そうです。あ、そう、結構じゃあこう緊迫した、涙あり笑いありみたいな、ね、うん、感動して鳥肌立つみたいな、もうビーンビーンで映画館から出てきたらいきなりキックオフみたいな僕もアメフトに入ろうかなっていう、あ、感化されやすいやつが見たら全員アメリカフットボールに入っちゃうみたいな、うん、じゃないかなって個人的には思ってます。なるほど、ね、はい、5月13日東宝配給で、はい、全国一斉キックオフ、はい、ロードショー、ロードショー、うわ、富田靖香主演マイフェニックスみたいななんか2月の27日に20歳なの？まだ、え、だって赤谷監督の時は18ですよ私。あ、そう、いくつだと思ってました？いくつってそんなあんまりないけど、20歳ってね、唐突にこうファって言われると、やっと成人、はい、そう、やっと成人です。2月27日ってことは魚座ですね。そう、近いですよね、誕生日19日。あ、そう、いや、どうですか、はい、魚座の何型？ AB。 あ、そうですか、うちに帰ろうかなって感じです、コメントは控えさせていただきたいと思いますけど、はい、まあ、20歳になって何か変わったことあります？そうです、特にないですけど、まあ、ピアス開けたとか、うん、その程度。ピアスで、あの耳に穴開けた。穴開ける。そう、怒られなかった、お母さんに。いや、お兄ちゃんとかやっぱり妹以外はみんな開けてんの？あ、いや開けてないですよ。うん、嫌がってましたね。お兄ちゃんとか、あの彼女とか開けてないのって聞いたら、俺の彼女はそんなことはしないとか、すごいけなされたような気分だった。あ、そう、九州男児だから。うん、なんか。うん、そういうこと言われた。あ、そう、誕生日の日に開けたの？いえ、ちょうどまだドラマやってたんで、うんうん、やっぱり寝てるシーンでずっと同じピアスしてるのみっともないかな、うん、みっともないから、ドラマ終わって開けたんで、まだ1ヶ月ぐらい、左耳にやってみるとか、バチッとか、でもね、うん、なんか昔はね、そういうのがあったような記憶もあるんだけど、穴が開いてたかなみたいな。あ、やったことあるの？定かではないんだけどね。何ですかそれ？え？自分のことでしょ？いや、一応なんか定かではないんだけど、あったかなみたいな、まあ、気がしないでもない、うん。じゃあですね、はい、まあ、今日はその映画の宣伝ということで来てくれたんですが、最近はその歌は？歌は秋ぐらいからやれたらいいなーって思って。じゃあ今はまあ出てないと。今はそうですね、ここ1年半ぐらいもうずっとやってない、うん、はい、で今日は何をかけましょうかね。いいですか？いいですよ、次好きな、別に好きな曲でもいいのよ。あ、この人のこういう歌がいいとかね。やっぱり私は一応主演女優っていう、主演女優だから、日興証券の、まあ、コマーシャルもやってることだし、はい、恋人たちのブルーバードをかけてみようかなとか、そういうことでもいいんですよ。いえ、そういうのないですね。そういうのはなくって、はい、はい、フェニックスのイメージソングでエンジェルスっていうグループが歌ってる、エンジェルスワンっていう犬の歌違うの、ワンって ONE の1、
何それ一番になるっていうことかな。いやどうなんでしょうね。いやそれを振られてもわからないですけどね僕は、うん、じゃあそれをかけますか。はい、あじゃあ、やすこちゃんのおすすめの曲なんで、じゃあ、あの紹介していただけますか。はい、マイフェニックスのイメージソングでエンジェルスでワンです。最後はですね、私薬丸ひろゆでが勝手に作り出してしまう俺がトレンド、略して俺トレのコーナーなんですが、今日僕はですね、俺トレのターゲットに選んだのはですね、まあ自分がやってるわけじゃないんですけど、やってるからってわけじゃないんですけども、その通りじゃないんですかその通りですよ、きっとだって、まあ、時代劇まあこれから絶対に流行るんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、うん、まあ、もちろん今でもですね、時代劇はまあ流行ってるんです。もう固定客なんていうのはすごいですよね、やっぱ時代劇は、うん、最近あの大地真央さんの女ネズミ小僧って好きで結構見てたりとか。ああ、うん、そうですね、あれももうゴールデンにファイってね入ってきて何の違和感もないっていうようなね、うん、これからちょっと流行るんじゃないかなと思うんですけども、まあ、でも僕はこれがやっぱね、今あのスタッフの方なんかに言わせると、やっぱ第何期こう時代劇ブームっていうのがやっぱほら暮れにね、ええ、日本テレビがその紅白歌合戦の裏でいろいろ五稜郭ですか、あそうですね、とかまあいろいろやりましたよね、うん、やっぱああいうのからまたねこうグッと時代劇が、昔はもう時代劇オンリーの時があったんですよ、そういう時代が。あそうこうなってやっぱ流行りしたりってあるじゃない、やっぱりそれはありまたなんかこう浮上してきたらしいんですよ、うん、だからまたね私はこの時代劇が流行るんじゃないかなと思いますけど、やすこちゃんは時代劇やったことあります？私あんまりなくて、昔白虎隊っていうのがあったんですけど、あれも確かに昔結構、え昔っつっても白虎隊ってあれじゃなくて、あの白虎隊、あの日本テレビでやってる、日本テレビ、そうです、あれであの西川清君の婚約者の役でちょこっとだけ出て、うん、京都に3日行ったのかな、その時に、うん、その時みんなに3もうおひれひれひれでいろんなこと聞かされて、うん、怖いんだ怖いんだ、とっても怖いとこなんだって思って行ったら、すごく皆さんよくしていただいて、なんだみんなの嘘つきとかね、すごいその時思いましたけど、僕もありましたけどね、あひろしさんだった、ごめんひろしくんだ、ごめんなさい、すいません失礼しました、ごめん、なんか
いや、ごめんなさい、失礼しました。あの白虎隊で私が言ったのは、西川清志くんとか言って本当失礼しましたの、西川清志さんの息子さんの広志くん。ああ、そうですね。ごめんなさい、すごい失礼なこと言っちゃった。僕もなんてずるしい人なんだろうと思ってました。すごい失礼なこと言っちゃった、ごめんなさい、広志くんでした。僕もな全然そういうの抵抗なく聞いてましたけど、うん、まあそういうこともあってですね、はい、まあ今週の俺がトレンド、略して俺トレは、これから時代劇が流行るんじゃないかなと、まあ僕の独断と偏見で言ってみましたが、今後どうなることやら。